マイタウン市川。今回の特集は高齢者サポートセンターをお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。新年度の仕事始めとなった2日、多くの企業で入社式が行われ、市川市役所でも新規採用職員の辞令交付式が行われました。今年度、市には新卒、民間などから合わせて89人が新規採用されています。辞令交付式では市長職務代理者である佐藤直美副市長から採用者一人一人に対して辞令が交付されました。その後、新規採用職員の代表2人による宣誓が行われたほか、佐藤副市長から新規採用職員に対して訓示が述べられました。辞令交付式が終わりまして、社会人として自覚を持って市政の方に臨もうと思って、これから先頑張っていこうと思います。改めて思いました。これからはもう一つ一つの仕事が市民の方に関わるものになってきますので、そういったことをちゃんと頭に置きながら、一つ一つ業務に取り組んでいきたいと思います。7日、市内初の道の駅である道の駅市川が国分6丁目の東京外郭環状道路沿いにオープンしました。オープンに先立ち開かれた式典では、関係者らによるテープカットが行われ、その後、市川の市と市のシンボルマークにちなみ、午後1時11分に開業を迎えました。道の駅市川には、東京日本橋の著名なレストランの味が楽しめるトラットリア・アルポンテや、市内の食材を使った軽食を提供する喫茶コーナー、市カフェといった飲食店と、トマトやイチゴ、海苔など市川産の食材を販売するアンテナショップメルカート市川が軒を連ねます。またラジオ局ベイ FM のスタジオも設置されていて、この日道の駅市川の駅長を務める柴入義夫さんがゲスト出演し、公開収録が行われました。外環道が6月2日ということでですね、若干ずれております。それがまた2段目のオープンだと思っておりますので、それに向けてですね、商品の充実ですとか、サービスの向上とか図っていきたいと思っております。道の駅市川は、国分6丁目、現在工事中の国道298号線沿いで、営業時間は午前8時から午後10時までです。市内に住む吉田清さん78歳、妻の咲さん72歳、二人の子供もそれぞれ家庭を持ち、独立したため、今は二人暮らしです。おい、今日は何日だっけ？昨日あなたの誕生日でお祝いしたでしょ。何言ってるの？今日は4月6日。4月6日の金曜日。しっかりしてくださいね。なんだその言い方は。人をバカにして。ちょっと忘れただけだろ。まさか認知症？そういえば最近思い当たることが。おい。はい。昼飯はまだか。え？さっき食べたじゃない。うどんが食べたいって言うから作ったでしょ。おいしいって言って食べたじゃない。そうか。俺は年を取っても食欲旺盛だな。大丈夫？そうそう、こんなことも。ただいま。買い物してきたよ。ありがとう。そこに置いといて。
醤油切れてたの。買ってきたよ。醤油ならたくさんあるわよ。そんなことないだろ。これで4本目。忘れちゃった？温和な人だったのに、最近なんだかすぐに怒るし、忘れっぽくなったし、どこか相談に行った方がいいかしら。皆さんこんにちは、サイドエミです。この清さんと咲さんご夫婦、こんな時皆さんならどうしますか？いきなり病院に連れて行くのは難しいし、誰に相談したらいいのか迷ってしまうのではないでしょうか。そんな時に頼りになるのがこちら、高齢者サポートセンターなんです。比較的若い世代が多いと言われる市川市でも、高齢化率は 20% を超え、超高齢社会に突入しています。市では市内15カ所に高齢者サポートセンターを設置し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、社会福祉士、ケアマネージャー、保健師などの専門職員が健康や介護の相談などさまざまな面から支援を行っています。日の出にある高齢者サポートセンター南行徳第二にやってきました。社会福祉士の藤島さんにお話を伺います。藤島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。市内にはこういった施設が15カ所あるということなんですが、はい、どういった相談が多いんでしょうか。そうですね、高齢者の皆さんの悩みは様々です。健康に関すること、介護サービスについて、あと医療についてなど様々なご相談を受けますが、高齢者ご自身やそのご家族、近所に住む高齢者の方を心配して来られる方もいらっしゃいます。やはり皆さん様々な困りごとがあるんですね。そうですね。先ほどの例ですと、ご家族が認知症かもしれないといったケースでしたが、はい、こういった相談も多いんでしょうか。はい、厚生労働省によると、65歳以上の方の4分の1は認知症だというふうに言われています。あるいはその予備軍というふうに言われておりますので、このような認知症に関する相談も多いですね。認知症に関する相談の場合、どういったアドバイスをされるんですか。はい、認知症は早期診断、あと早期治療が非常に効果的だと言われておりますので、まずは受診をお勧めしたりですとか、あとは介護サービスについて、市内の認知症カフェについての情報などもお伝えしております。病院に行くだけではなく、さまざまな対策やサービスがあるんですね。そうですね。それでは次の事例を見ていきましょう。松島時江さん75歳。時江さんは3ヶ月前脳梗塞で倒れ、入院生活を送っていましたが、今日退院してきました。幸い症状は軽く済みましたが、まだ左半身に麻痺が残っていました。ただいま。とは言ったって誰かがいるわけじゃないか。ご主人は3年前に亡くなり、今は一人暮らしです。倒れる前は動くことが好きで、庭の手入れなどを何でも自分でやっていました。もしもし。大丈夫？お母さん。うん、退院付き添えなくてごめんね。うん、大丈夫大丈夫。お前も忙しいから気にしなくていいよ。リハビリも順調で自分で歩けるから。うん、そう、近いうちに行くから無理しないでね。うん、ありがとう。うん、また。娘にはああ言ったものの、一人でやっていけるかしら。やはり高齢者の一人暮らしは何かと不安もありますよね。そうですね、急に動けなくなると不安も大きいと思います。
やはりこういった相談も多いんでしょうか。そうですね、ご本人からの相談ということもあります。一人暮らしの高齢者の方に対してはどういったアドバイスをされるんですか。はい、漠然とした不安をお持ちの方も多いですから、まずは今困っていることをゆっくりお聞きいたします。その後状況によっては、お一人暮らしの方のためのサービスのご紹介、あとは地域の集まりや活動、介護サービスなどについて、ご紹介をいたします。話を聞いてもらえるだけでも不安が軽くなりそうですよね。そうですね。それでは次の事例を見てみましょう。大山三郎さん、76歳。大山さんは先月散歩中に転倒し足を骨折してしまいました。入院生活で筋力が落ちてしまい、退院後の今は自宅で寝たきりの状態です。そんな大山さんを介護する妻の雅子さん65歳は、最近介護の大変さを実感していました。こんにちは。あら、君代さん、どう？ご主人良くなった？相変わらず。なんだか元気までなくなっちゃって。それ大変だわ。一人暮らしの時恵さんが市でやっている高齢者サポートセンターっていうところに相談したら、いろいろ教えてくれたって言ってたよ。高齢者サポートセンターね。まずは相談だけでもしてみたら？そう、でも主人を置いて出かけられないし。まずは電話してみたら自宅まで来てくれるって言ってたよ。そうなの？自宅まで来てくれるの？こんにちは。こんにちは。高齢者サポートセンターの入江です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしてました。高齢者サポートセンターでは訪問相談も行っています。リハビリをしたり、大山さんは介護保険サービスでデイサービスや住宅の改修など介護を軽減するサービスを受けることができました。そういうことができるんですけどね。ご自宅への訪問相談も行っているんですね。はい、市内のサポートセンター全体で年間5万件の相談があるのですが、そのうち約1万件は訪問しての相談支援をしております。サポートセンターまで来られないという方も多いですので、ご希望があればご自宅へ伺っております。高齢の方や介護をしている方にとってはとても心強いですよね。そうですね。さあ、ここまで3つの事例で高齢者サポートセンターについてご紹介しました。ぜひ一人で悩まず、些細なことでも気軽に相談してほしいですね。はい、市内のサポートセンター15カ所で相談を受け付けております。介護や健康に関すること、消費者被害や虐待、市の福祉サービスのことなど、お困りごとがありましたら遠慮なくご相談ください。市内に15カ所あるということですので、まずは気軽に相談してほしいですね。そうですね。藤島さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。市では市の歴史や民族について2年間にわたって体系的に学ぶ市川歴史カレッジを開催しています。講師は考古博物館や歴史博物館の学芸員が務め、実物資料に触れるなど博物館の特色を生かした多彩な講座となっています。受講期間は今年の5月12日から2020年3月14日までの2年間。講座は毎月第2土曜日の午後1時から4時までです。受講希望の方は往復はがきに申し込み事項を記入し、4月22日までに考古博物館へ郵送してください。次回の放送予定です。21日からのマイタウン市川は春の永田屋散策を特集します。ぜひご覧ください。